俺は俺のやり方で限界なんぞ超えてやる。このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。お前もドラゴンボールを。いいぜ、俺が相手してやるよ。ドラゴンボールは私のもんだ。死にたくなけりゃ消えな。データにはない強い力を感じる。もうアルファスのないドラゴンボールの反応が突然現れた理由はわからないけど、もし本当にドラゴンボールが存在するのなら、人造人間たちに渡すわけにはいかない。ドラゴンボールの反応はこの後に。ドラゴンボールか、面白そうじゃないか。どんな願いにしようか考えておかないとな。何、特に興味もないし面倒なことしたくないんだけど。そう言うなよ君たちも。何でも願いが叶うらしいからな。お前の新しい服だって出してもらえるかもしれないぜ。へえ、それは悪くないね。行こう。なんだこいつら、こんな人造人間は俺の時代にいなかった。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。驚いたよ。ここまでやるなんてね。もう殺しちゃってもいい？鬱陶しいからさ。お前の好きなようにはさせないぞ。これが貴様の力か。悪くない。驚いたよ、ここまで強い奴がいるなんて。分析ミスだった。ふざけやがって。俺はここまでか。ドラゴンボールか、そんなものなくとも私は完全体になりさえすればいいのだが、誰かを生き返らせたりされても面倒だ。集めて破壊するのもいいだ。やりましたね、さすがです。新たなドラゴンボールの反応が見つかりました。探してきてください。
少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。